おはようございます。ごめんなさい、遅れちゃった。おはようございます。で、昨日はね、世代交代でごありがとうございました。はい昨日が20日ぶりの世代交代前夜公演で、次は12日だね。で、今日はね、2月10日ということで、スマコね、新人さんいらっしゃらないやつのやつと私が出てるの で、それが、そのやつが今日あのね放送されるので、皆さんよろしくお願いします。きなきながさん見ましょうかって、そうなんですよ。あゆみのね、うちわを持ってくださってる方がいつもより多くて嬉しかった。ありがとうございます。結構前に何やったかな、なんかのラジオの広告であゆみが出るって言ったらしい、あの、うん、言われてたらしくて、アンジュさんと、そう、アンジュさんとなんですよ。この前のね、バチバチもちょっと一緒にやらせていただいて、ほんでスマコネもね、一緒にやらせていただいたんですけど、これ嬉しいね。18時から FM 大阪さん、そう、放送、そう、今日の18時からです。森アンチさんとかかってるイメージない。確かにね。でもそう、バチバチが初めて一緒に何かをさせていただいたやつで、それかなんかラジオもね、一緒にやらせていただいて、その服の絶対聞くね、ありがとうございます。ラジオは今回で2回目となります。この前はジャンレディの方に出させていただいて、今回はあれです、スマコネの方に出させていただきます。アンジュさんのアンジュさんも無理やし壊れた時、そう、お、うん、でもめっちゃ詳しかったびっくりしたよ。聞いてたんやけどさ、聞いたんやけどさ、放送びっくりしたよね。今日は用事があるのでおメイクをしました。少なくなってきてるよ。寒いね、本当にね、世の中がバグってるね。でもさ、来週やばいらしいね。
じゃあ暑か18度とかやった気がする。最高気温暑くはないな全然17、18行くらしいよ来週は。嬉しいね。ちょっと学校におる間はさ暑くてもさ、まあ、別に大丈夫なのよでしかもさ水曜日がね確か暑かったんやけど、あったかかったんやけど、水曜日ちょうど体育で、その日の体育結構お昼前が嬉しいわ。体育寒くないってこと。最初にしてくれば。わーもうなんで今日そんな急にびっくりびっくり。今日はね結構楽しみ。待って、ティッシュあっちだわ。聞いて、今日ね寝てたらね、あのね猫たちにねそのスコースターとかさ入ってるさ入れ物落とされてさ、グッズ置き場に落ちたのそれで夜中目覚めちゃったいやだけど仕事できま、できます。いただちゃん。お母さん連休。まゆみちゃんは月曜日が公演なので2連休です。あ。学校の席あっちに来られた A 席じゃん。だって A 席。座れるとは限らへん。班長さんが決めるから。なんか、そう班の人がこの人とこの人一緒やったらまあ大丈夫じゃないかなっていうのを決めて、で班のメンバーを決めて、それでその後に班長さんたちだけで、じゃあこの班の中でこれはここにしようとか。したりしてる。ダミは班長さんじゃないから班長さんはランダムっていうかランダムな感じだから。12時行きます。ああ、ありがとうございます。12時もあります。よし、班長さんが決める。そうそう、決めたか、決め方がさ、さゆきちゃんと一緒やった。出張までで分からんか、え、うん、あれ分からんかったでも最後はなんかくじ引きになりそう。最後やからなんかどうせならみんなでねやりたいねってなって、班長さん偉い。そうやね、班長さん、あのね、みんながなんか班長さん席替えの前に紙を配られて、なんか前の方がいいです、なんか目丸いとかだから前の方がいいですかみたいなやつ聞かれたり、あとは班長立候補したいですかみたいな聞かれてして、
ほんでまあそれ答えて、でなんか最後に班長になってもいい人いますかみたいな決めた書いて、でその人が投票が多かった人と、あと同率が多いことが多いから、その人たちはもうくじ引きらしい。それで毎回くじ引きで外れてるらしい。票数多いのに悲しい。どんどん白くなっていく。あ、口が開いてる。最近ね、ちょっと鼻呼吸ができないということでね、口が開きやすいんですね。何してんのあなたたちは。今日さ、夢でさ、かまいたちさんが家来るっていう。なんか別にさ、かまいたちさん見たわけでもないね、さっき。あのかまいたちの騎乗の空論上の名前だけ見て昨日そしてだけなのになんか出てきた。すごい、一緒にゲームしてた。かまいたちさんとあとあやみと誰かがいた。いや、なんか普通に遊びに来てたっぽい。なぎささんにいなかった。なんでやろ。あとはね、お家にマルフォイが来たよ。だから多分あやみとあの今言って受けようか迷ってることをかまいたちさんやった気がする。なるほど、やばくね。あやみがマルフォイ好きすぎて家にマルフォイ来てくれた。そうあのハリーポッターの方のマルフォイ、ドラゴンマルフォイ。マルフォイの最後めっちゃ好き。すいません、ママがなんか料理作ってて、アミが二人でマルフォイと猫と遊んでた。ほんわかしすぎ、びっくりびっくり。今日のね、夢結構覚えてる。あやみ珍しい。覚めました。もう目覚めた？起きてる。
キャラメのやつに参加するって言ってたじゃん。キャラメのショールーム参加するって言ってたじゃん。ファンの方にいろいろ聞きたいって言ってた、あの昨日のこと。確かにな。ご飯あげた？あげた。持ってませんみたいな顔してるけど全員。あの子たちいつもそうやん。何かが足りないと思った。え？そう、最近あみはね、やばいことに気づいてしまった。まあ、頑張ればどうにかなることないけどさ。テスト期間。もうすぐどうする？テスト期間。うん。起きたらそれ。あ、まだ寝ようとしてる。眠たいよ。朝ごはん食べてないの？うん、あみはね。食べる？うん、作ってメロンパン。あのメロンパンのやつ作って。あれ美味しい。メロンパン作るわけじゃないよ。メロンパンみたいな食パン。カルリーに売ってるんだけどね。知ってる人多分いると思う。塗るだけでメロンパン。そう。美味しいらしい。めっちゃ美味しい。塗ってやったメロンパンです。あ、そう。なんか焼きたてメロンパンみたいな。すごい。ってやつ。受験生は全然違う。受験生はね、再来年、あの、年で言うと来年か。まだ寝てる。脳が？心も気持ちもって言った？心も体も寝てる。おはようございますしてください。いや、おはようございますしたくない。そんなゆっくりしてる時間あるの？ないよね。あとちょっとだよ、もう。え、今日ってガッツリメイク OK？ 何の話？なんで？今日誰が？あやみ。なんで NG の理由あんの？なんとなく。なんか、眠たい。おはよう。今日はちょっと人生初の試みをしてみますので。おはよう。昨日公園行った。行ったな。うん、なんか泣きそうな顔しなかった？毎回やん。なんか不毛の前の MC めっちゃ泣きそうな顔してた気がする。 MC で？うん、あれ、あやみがちゃうわ。それはちゃうで MC やな。何で他でも泣いたん？泣いたんじゃないよ。泣きそうになった？うん、泣きそうになった。いや、普通になんか踊ってる時には泣きそうになるけど、うん、いつも不毛の前の MC って。泣いた後みたいな、泣く前みたいな顔してた。泣くの我慢してるみたいな顔。泣くような MC ちゃうかったやん。だから曲終わり。ああ、え、じゃあ何の曲？カモネギ黄金ソフト。カモネギ忘れた。なんか時にはうるうる来てたけど。え、でもさ、多分最初の3曲やと思う。アドレナリンめちゃくちゃ笑顔やった。おもろかった。つい笑っちゃった。
やっぱ昼夜の時とさ、うん、夜だけの時と体力の余り方が全然違う。うん、もう今日も順にいなかったよ。うん、いなかった。焼きそばと席替えの話してるのが可愛かったやって。何でも可愛い。嬉しい。焼きそばはさ、でもさ、こう親的にはさ、うん、ちょっともういつもカップ焼きそば食べさせてるみたいじゃないのってなるの。そんなわけだって、ご飯食べた後にもうよくご飯食べた後でもダイエット中とかでも欲望に勝てないもんね。だから顔白い、顔白いね今日。え、ちょちょ、お前白すぎるからやめて。じゃあ落とした。マイクかんない、これ。何なったん？こっちなっちゃった。なかったから、こんなが。調子いいか、写真撮ったこれ。こっちに行って。え、これじゃないな。マイクのこれがない。いや、もう今からそこから修正は無理やろ。落とせってこと？落とすのがいいと思うよ。メイク道具間違えた。メイク何？メイク落としに行くのはある。喋っとられてる、取られた。え、そう、ショールームで見てあんま分からへんねんな。いや、白いよ。白いよ。え、いつもこんな感じやもん。マイコン。早く渡して。早く。マイコンみたいになってるよ。見て。分からへん。生で見たら分からんもん。それはさ、前髪とか全て上がってるからそう見えるだけじゃなくて。違うよ、あれ意外と。メイク覚えたてあるある。覚えたてじゃないし、もう3年はやってるよ。しすぎたらいい。メロンの方がいい。けん、えい。ちょっとなじませておこう。で、保湿の方塗るかも。知らない知らない、いいよ別に。え、日焼け止め塗っとこ。あの、落としちゃったところ。日焼け止め落ちてるかもしれないから、ふーってのと一緒に。久しぶりにさ、普通の下地使っちゃってさ、ちょっと加減がわからなかった。ちゃんと日焼け止め塗っておかないと焼けちゃうからね。あ、いつも体ごと動いちゃう。決めてないじゃない。寝るよ、だっていつでもどこでも紫外線は出てるもん。冬だからって太陽は出てないけど、別に太陽から紫外線直接出てるわけ。太陽低くても紫外線はあるからね。で、曇りが多いから余計日焼けしやすい。
調理してる。豆かごまが。メンバー空いてる時にメンバーすれ違うけど話してんかな。俺もさちゃんと。すごい。あ、でも何回かね見たことあるよあの方。え、僕は気づいてないね。あみは気づいてんねん。あ、ないない。なんか誰か分からん時もあるし、あの NNB のファンの方っていうことしか分からん時もある。そのカバン持ってた NNB のカバン持ってたとかでそれ分かる時があるけど、誰か分からん時が多いかな。それでもメンバーさんとすれ違ったこと何回かね。一回ね、こうやって言っていいんか分かんけどね、朝ももかさんとすれ違ったことあるんよね。私まだショートの時やったわ。メーター可愛かった。ハキちゃんと動いた。ああね、ありがとうございます。サキちゃんもサキちゃんもね作ってくれて、編集ちょツイッターにあげれるね、尺に編集してくれたりしてありがたやなんですけど、あのサムネっていうのがあやみやった一番最初のやつ、YouTube じゃないからサムネっていうのか分からない。お茶漬け食べてる。お茶漬け食べてたよ。今日はさ、あの昨日はねあれだったので、お茶漬けでしたので、君に明太子しか残ってなかったので明太子食べました。猫が落ちとる。初めて落とした。うん。まだ白いって、なんでそんな白くしちゃうん。外出たら分からん。分かるよ。もういいやん、髪の毛で隠れるし。いや、ほんまにやめた方がいいと思う。もう遅い。もう遅い。いや、めんどくさい。いや、ほんまにわかって。じゃあ他も白くしたらいいやん。いや、マイコやって。じゃあ他も白くしたらいいやん。何塗ったん。うん、これ、保湿のやつ、普通の粉。え、何とこれ。もうママの下地、勢ぞろいやん。だってこれじゃ隠れきらへんねんもん。そんな隠すとこないよ。お花そんななる。それだけで。でもショールームで、でもこんぐらいの白さで学校行ってもあんま不自然じゃない。そんな白さで学校行ってんの知らんねんけど。いや、分からへん。で、落としたほんまに。めっちゃ紛れてる。ショート見せろのやつの。落とさんで。なんで。いや、ほんまに変やで。どこ落とす。だって落としたもん全部。全部じゃないけど。ほら。じゃあほんまに落とした。お願いお願い。ほんまに変やから。落とした。お願いお願い。落として。みんなどうしよう。みんなどうしよう。でもショールームじゃ分からんもんね。ほんまに変だよ。ショールームじゃ分からんもん、仕方ない。ほんまに変だ。じゃあほんまに外行くんでしょ。うん、行く。変やって。だってどこ落としたもんみんな。みんなじゃない、間違えた。じゃあもう、じゃあ塗るとこを見るから一旦落として。これしか全部落とさんで、メイク目落とさんで。うん、目落とさんでいいよ。いや、ほら、もう色が違うよ。そんな変わらんよ。ショールームでも白いよって言われてる。それはそう、ショールーム全体が白くなってるね。ショールームはなんか、全然落ちてないじゃん。落ちてるよ。
色変わってるやん。色は変わるよ、そりゃ粉塗ってんねんから。あ、眉毛落ちた。ちょっと目と不自然なんで。そしたらそんなことないよ。ちゃ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 おいちゃおほんま腹立つな。なんで混ぜてんの。ちゃちゃちょ来て、ちょちょ顔こっちやって。いやいやいや、ちゃんとやって、ほんまにマジで。顔にはやらせてくれ。こことかもちゃんと取って。取ったよ。ちゃちゃもうちょっとグイって取って。それ当ててるだけや、布、布全部取るの。いやいや、取って全部。時間、より一層時間かかるよ。ママも準備しないといけないじゃないの。そうそうそう、ママもないけんね。うちが違う、ちゃんの落ちてたから拾ったの。ありがとう。じゃあそんなんじゃなくて、ほんまに拭いて。あ、取れてるやん。取れてない、ここ見て。そこはもう髪の毛当てるもん。うるさい。ここは分からん。いや、じゃあほんまに取れてないって。取れてる、取れてるやん。取れてないやん。普通の肌やん。違うよ、ここ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 。そこはもう知らない。いっぱい塗ったから。取って。落ちない。落ちてる。うわ、反抗期やわ。うん、自分の好きなように。謝っと。謝ったらもっと知ら。もう干しとかならあかんか。嫌やね。じゃあほんまに変やねんって。分かって。もういいやん、これで。よくないよ。いいやん、別に。よくないよ。隠れんねんから。よくないよ。変やって。もう変じゃないやん。この辺、じゃあこの辺もう一回拭いて、靴の前。そこは隠れる。もう塗らんでいいってさ。それを塗るから白くなんねんって。これは白くなる。なるよ、これちょっと白くなるやつやって。どうやって塗るの。ごめんって、ごめんごめんごめん。じゃあでもほんまにやから。とかもこすって。もうぽいじゃないね。みぃ。ちょっと重大役。白すぎんねんて、お前もう。もうちょっと貸して。ちょっと貸して。これがさ、色変わんねんよ。それでいつもやってるのよ。だからいつも変やったんやって。いつも変じゃないし。変やって。変じゃない。なんで変じゃないって言い切れる。自分で鏡見てるもん、ちゃんと。ちゃんと気づかんもんやねんって。顔だけ白いのは。うまい子、ちょっと文字っていいよ。いやいや。これ塗らないと顔焼けるやんか。もう濡れてるって。濡れてるの、落とされた。そんだけでいけるって。無理。いけるって。いや。いやじゃないの。もう変わらんやん、これ。もういいって、そのスネモード。じゃあもう一回。これもう。ごめん。ごめんごめんごめん。反抗期。でも多いわ。じゃあそれが、だって顔全然飲んでも。じゃほんまにうっすらでいいよ。だいこし、うっすらでいいよ。隠れた。
うっすら塗ってうっすら今のりもうあの映像見られてすいませんっていうやつださなんかやめ泣かないでって言ってる。大丈夫大丈夫、目落ちてないから、うん、でもママの下地勝手に使わんとって、私が隠れんね、隠そう、それで隠そう隠そうとするから白い白いになっちゃうんや、うん、嫌やねん。何が嫌なん？赤くなるから。なんて？赤くなるから。それやったら普段の毛はもうちょっと頑張り、治るよ若いねんから、すぐ治る治る、ちゃんとケアしてたら。じゃあ戻ってくれもう笑ってるからいいやん。ちょっと貸してそうしない、これ多分ほんまにこれぐらいを伸ばすねん。伸ばされへん、伸ばされへんことないね、伸ばして。色変わるやつやから、これ変わらん、変わってるよ、変わってない、変わってる変わってる。全然。首見てみ、首は影、違うよもっともっと薄くも薄くして、じゃやっぱ多い多い多い、いやだ多い多い、まあ、いつもだからいつも使い切ってないから、これじゃもったいないことすな何言ってんねん。だから手になってるよ。もうい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 いのいいの口出さんといて、じゃあちゃんと白くなくして、あゆちゃん笹岡さんの化粧品は年齢に合わせた化粧品なんだよって、なんかこっちもダメージ受けるけどしれっと、あゆちゃんただいまして、ただいました、半分出てる。とりあえず今日もペヤング買ってあげてやって、買ってきて夜、今日は食べ過ぎです絹笠系のドキュメンタリー、もうおもろいちょっとじゃこれとこれ重ねたらあかんで、見せたこれ何か、うん見せてないこれ重ねたやろ、うんだから見せて、これこのね赤みを抑える、赤みを抑える、これねママの中学生が使うもんじゃないです。ここロゴの場所も分かっておりません女子は分かると思う、はい、これも見せて、はい、これどっちかどっちかでいいんですよ。鼻に抜いたかどっちかでいいんですよ、どっちもどっちも抜か白い白い、ね、マイク落ちた、落ちてないよ、かわいいよ、落ちてないよ、落ちてないよ、大丈夫だよ。目はその幅でいくん、あとカードに貸すの。眉毛はやった、眉毛はちょっと落ちてる、ちょもう塗らんでいいって、鼻抜けないもん、手伝った、そうや、じゃあ薄く塗って、塗ってる、はい、うるさい、うるさいちゃうで何もうちゃうわいいっておでこ塗ってない、ちゃうわなんでいいって言ったよ、おでこ塗ってないか塗ってんのじゃあもうさっきのやつで落ちてないか塗れてるよ、いや薄い無理どうしよう
焼けるの無理、いや焼けるから無理、焼けんの気にするんやったらもっと気にせえ普段から、ちょもう焼けへんって、もう焼けるのそこだからもういいやん、どうしよう、ちょっと色変わらへん日焼け止め買ってくるわ、ちょっとこっち来て、何ちょっとこっち来て、痛い、ちょっとこっち来て、じゃあ固まって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 る固まってる、ここでしょ、もうここ捨てて、てじゃあこれもうもうさっといてしれっとやめてよあやみ歌舞伎モード、歌舞伎じゃない全然、全そうじゃなくないから言ってんねやん、見比べたら違うし、それはなんでやろ、何があかんねやろ、そんなことない、そんなことあるよ、いつも言うし、うん、いつもそんなんで言ってたん、うん、いつも普通に言ってた、言ってないよ、たまに飲みすぎて言ってたあー面白い、そういうこと聞きなさい、その教育ですとか言ってくれてんで、今は嫌、今は嫌だそうです反抗期やから、ほら塗りすぎとるやんけ、それはショールームで白く見えてるんだ、違う違うて、ショールームよりあの写真撮っといたんだよ、ノーマルカメラで、ノーマルは嫌ノーマルは無理、コミ入った そんな厚塗りしなくてもいいよ、厚塗りじゃないわ全然、こんな厚塗りよ、だって日焼け止め塗って粉塗ってるだけ、日焼け止めがだからさ色がついてるやつでしょ、じゃあついてないやつ買って、うんそうする、もう今日買ってくるわ、そうして、じゃあそれが問題ってこと、それが問題ってことやわ、闇悪くない闇のせいじゃない、せどんどん化粧って濃くなんねんで、これからこれも闇のせいじゃないからじゃ、鈴木園子知ってるよ、もう鈴木園子みたいやった、誰それ、顔真っ白の女の人、へえ。闇悪くないもん、あやみだよやん、あやみも悪い認めなさい、それは普通に塗ってただけ、ぶっとしってそろそろ眉毛落ちた、その粉もちょっとこれ色ついてないやつやで、こ髪の毛こうやってやって、あ、ティッシュ取っちゃった、最悪いつもそうやってやってんねやろいつもだってもっと余んねんもん、ほら見て、ここの色とここの色、日焼けでも塗るやん、でもここもちゃうねん、でもちゃうねんって、ちゃうことないねん、ちゃうねんって、日焼け止め塗るじゃ塗るから一緒、じゃあ塗りや、塗るよ、ここにずあったのに、そこは足りひこういう時お姉ちゃんとかいたらな、じゃあ産んで、お姉ちゃん産むか、お姉ちゃん産んで、首と顔の差が14歳以上のお姉ちゃん今度逆に仲いいよ、仲良くないし、仲悪かったらこんなんいちいち言ってこへんやん、もうどうでもいいって思うから、ちょっと眉毛適当すぎて適当すぎたメイク見んのもうやめようかな、やめて、恥ずかしいから見られんの、何で覚えるんそれ、適当待って、めっちゃはみ出た、最悪、やけくそなってる、もう適当になっちゃったね、やけくそなってるわ、もうだからもう見んといて、早くパン焼けて、焼けてるから、パン焼けてるわ、うん、冷めちゃ、結構前にチーンってこれは没収ですわ、もうママの下地、じゃあ見、明日は何のやつなの、だからもう今日買うって、色変わらへん、日焼け止めを、いいやつね、いいやつじゃなくていいねん、中学生は、なんで中学生といいかもしらへんけど、もともとちゃんと払った
から今のうちからやっとくの。わかりますか。なんて？やりすぎよね。これはアミのせいじゃん。ちょっと配信切ったら覚えとけよ。なくなってないまだ。うん。ちょっと食べていい？いいよ。メロンパン前食べたことない？メロンパンない。うんふん。手が。あ、ほら日焼け止めとペアグやって。考えとく。手が。くそ。え、何時まで配信するの？もうかや。反抗期やめろ。結果的にニューアイテムゲットできてよかったね。ニューアイテム？ああ。お前お友達から言われたことないの？しろとか。だって落ちてるもん。まあいいよ。若いメンバーによくある。なんとか気通るのあるある。そうやな、若い時じゃ女の人は首白いあるあるよな。首白い、首ちゃう顔白い気、あの密着のレポないといいか分かる。密着のレポもお顔白かったよ。レポもともとも白いから。え、じゃあなんか首と色が違うってこと。ああ、アミアの時何してた。アミアの時も何も塗ったこともない。いや、日焼け止め塗ってた。塗ってないよ、ママ。塗りなさい塗りなさいって言っても全然塗らへんかったやん。今は逆に嫌やってたからね。アミタンが今ショールームでママにおもろあっほんま、おもろ。アミタンも見て見て、うん、アミタンやってる。アミタンでもいつもそんな顔白くないけどね。うん、やってない、わからない。ほんまに化粧はどんどん厚くなっていくから。眉毛描かしてや。眉毛描いて。何こ、それで描いてんの。うん、これしかないもんだって。てか描かなあかんのかな。だってここの絵で抜けてるから。抜いた？変えてたら抜ける。近づいて。書きにくい。眉毛ならママにやってもらう。眉毛のところにもさ、白いの溜まってんで。うん。落ちへんかった。ちょっと好きなかったやん。合格点いただきました。こっちも。これもうちょっと茶色も混ぜや。うん、濃いやつだけで描いてるやろ。いつも境目をキュッキュッて。うん。はい、じゃあとか。だからそこだけへこんでる。描きにくい人の。しかも立ってるからね。ありがとう。じゃあまだ。ん？まだ？あ、なんか粒子が落ちた。粒子って？粒。うん。こっち見て。まあ、ここはちょっと濃いけど。これ美味しいのよ。麦がおる。うん。NB では素直でいい子なのに。お家では出て。あ、お前麦がおる。かわいい。
うん、おいしい。あやぴょんがあやみちゃんにメイクしたいって言ってたよ、やって。あみ、この前若菜さんにリップ塗ってあげるってやってもらった。塗ってもらったの？ちょっと、あのメイクさんにちょっと失敗しそうだからやめてって言われてた。せっかくメイクしたのに口の周りパンつけすぎだ。ほんまや、わーい、おいしい、おいしい、ぶね。麦ちゃんが心配してきてくれたよな。麦ちゃんね、かわいい、ほんまに。眉毛しっかりめやな。そうやな、眉毛ちょっとしっかりすぎるやんな。色がちょっとなんかあのブラシだってない。ないよ、そんなん持ってない。あやみはだからブラシ欲しいねんな、いっぱい。この茶色濃いわ。しかもさ、ここがさ毛が多くてここ少ないからさ、うん、そんなもん。マスカラ塗ったの？それまだ何もしてない。あ、そう、やばいや、よいしょ、やばいね。ちょ、あんじゃん、お前。今日はさわかさんと同い年のうちの長女誕生日です。おめでとうございますって言っててください。すごいね。痛くない。冷たか。なんかめっちゃ茶色くなってる。そんなことないよ。そんなことなかった。目の錯覚。ちょ、変なことしちゃった。前めっちゃ恥ずかしい。なんでめっちゃ変な感じ。ブラシ、ブラシ今の。え、これ何？それ、あれ、アホ毛。アホ毛直した。嘘。めっちゃキラキラいっちゃった。涙で、綺麗な涙で。ポジツチェンソーの上、準備は OK、 お楽しみ、薄い色の方だけでいいっぽいで、眉毛のあの粉やったら。ちょっと待って。波も越えてくらららら、恐れない。眉毛切りたいわ。ちょ、上向いて。え、米粒大って書い言ってたで。何が？うんの、米粒。米粒？あ、そういうこと。顔全体で米粒かとだけかと思った。空豆ぐらい塗ってたもんな。うん。空豆のぐらい？これぐらい。でか。カレーパンまだですか？カレーパンはちょっとメロンパンにしました。うんうん、インドネシア語話せますか？やって。ノーノーノー。インドネシア語話せませんっていうインドネシア語だけ覚えとってもいいな。確かにな。まあ、話せるやん。何言ってんのって言われちゃう。でママも最初に覚えたんさ、多分 I can't speak English やで。教えといてって言って、うん、インドネシアからのバレンタインは友達がめまいチョコにあげる。友達あげる。まあバレンタイン企画してるからファンの方にもあげる。ファンの方に向けて作ったクッキーママが食べる。とアミも食べる。
食パン何枚切りやって。5、6やな。うん、6の薄さが好きです。アメアで断層してみます。せっか未成年やから美少年やった。いいね、断層いいよな。アミちゃん、アミちゃんやって。アミが可愛い系の男の子になりそう。うん、アミは可愛いもん。めっちゃ美味しいね。ぬるメロンパン。うん。いやほんまに私も用意しなかったのに、あゆみのメイク。あゆみちゃんはイケメン顔よな。イケメン顔。はい。はい。ちょ、ほんま、準備しな。準備して、準備して。やばい。10時。うん。え、何分の2。何だったっけ。11時半やから、10時50分ぐらい。2。ちょぴちょぴちょぴ。10時20分とかには家出たいと思ってんねんけど。うん、ママは今からお風呂に入ります。待って、え？大丈夫？びっくりした、今からお風呂入るって、やば。頑張れ頑張れママ。多分ね、ママ間に合わんで。あ、でも間に合うかも。うん、最近早い。アイライン引くので集中するか静かになるか。おお。今日はどうしようかな、垂れ目。まあまあまあ、ちょっとこっちは垂れ目気味にしちゃったから。ありがとうございました、お邪魔しましたって言っといて。らしいです。急にママが現れたよ。よし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 、聞こえてます、聞こえとる。これでる、確かに声でかい。OK。 ごちそうさまでした。今日、なんか今日、え、そう、今日花粉調子いいねん。そう。いや、いい方、マジで。全然、起きた時の快感がすごい。あの、空気ってこんなに美味しかったんやって感じ。鼻呼吸ってこんなに美味しかった。早くね、花粉の季節が終わっていただきたいとこなんですが、まあ世間には抗えないということで頑張りましょう。何これ、昨日はね、珍しくね、上まつげにも美容液塗ってみたよ。やばい、こうやばい。
なんかもう起きたら、え、何この息のしやすさ。今日もしかして花粉少ないって感じ。原因慣れたよ。桜田議員はおそらく夜下じゃないの。三点。入られてもらえて。まあもう使わせてくれないけど。ありがとうございました。やばい、集中しすぎてこうで。よし、どうよ今日もいい感じ。こういうの同じ時間に同じとこちゃんは網合いで同じこと怒られてるママから。ほんまに重い。この成長スピードも同じ。そうだね。前髪が長い。めっちゃ長い。今日久しぶりに小銀出てきたよ。リクリップ。危ない、すごく危ない。脳がバグってた。今日はあの髪型しようかなと思いながら思います。あのこの前やったらめっちゃあの学校でも好評やったあの髪型を。今日もうまくできるかしら。今日はハゲが大爆発。つもり。はい。で、これいった。これをまずは櫛で。いてビッグキャップ取ります。よいしょ。あ、ごめんなさい、クシさん。めっちゃ机にぶつけた。ハゲでも残り少ない。ハゲでも残り少ないね。こっちいい匂いの方こっちはいっぱいある。でも匂いがないの。この今使ってる方もなくなったら新しいの買いに行こうかなと思ったら、ちゃんとくまちゃんどっか行っちゃった。
よし、ここまででいいや。これをね、この前みたいなやつでやっていきますわよ。今日はこの前ピンクと青を使ったから、今日は黄色と緑を使おう。何かが暴れた。上は黄色にしようか。よいしょ、あと1回ぐらいくくればいいかな。それをメンバーはメイク配信髪の毛にかかったけど、めちゃメイクしか、そうだよ今日はね。妻はメイクに時間かかってる、間違えた、妻は髪型に時間かかる、ん、あ、メイクに、ん、うん。妻は髪の毛結構時間かかってるよね。よし、来た来た。そしたらこれをくるんくるんにしていくわよ。くるんくるんじゃないわ、つさみ。今日は、ね、今日はね、今日は、今日はいつもさ、学校だからさ、学校だからさ、学校やからさ、なんかそんなアイシャドウがっつりするとかさ、スタジもファンデーションとか塗るとかはしてないけど、からさ、いつもは日焼け止め塗って終わりって感じやから、あれやけど、今日はね、ママもいたし、スタジオのアイシャドウとかもしてるから、普通のメイクしてるから、いた、こんぐらいだね。そしたら髪の毛を溶きます、溶きます。ではファッションリーダー的、でも学校でそんなファッションリーダーもしようもないからさ、誰や。なんか落としたの、後で見てやろう。なんかさ、見てさ、あー、これはだ、何名とか出た時はさ、なんかみたいな顔で見るけどさ、すぐなんかする、反省したんじゃないのって感じ、しててすねただけ。あ、終わったまま、早っ。イエー。
ててよし。よし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 。いいんじゃないですか。ちょっと上下げてもいい。まあこれでいいや。ここら辺ここら辺やな。キーン。お、今日はキャーはいや。ドライヤー中、まだドライヤーしてない。先生に行けるように聞かれたことある？ない。あんまりそういう話しない。何かって何でかいとこ下に落とすんですかね。と遊びたいからかな。ちょっと待って、全然あかんやん。めっちゃめっちゃ左右非対称やった。これもう一回します。20分に家出るってことは、まあ、10分ぐらいにちょうど配信を切るってことをしたらまあいいんじゃないかな。着替えて、着替えも決まってるからですけど、うん、間に合うの？全然間に合う。よかったね。今何分？ね、10時。全然間に合う。余裕。余裕のよっちゃん。あれ。まだ配信してる。うん。うちのロン。はて、ゴム。何の？今起きなさいよ。今起きなさいじゃないよ。あ、家出ろ。うん。何のアラーム？そろそろ用意しなさいよのアラーム。ああ。してたね。お、いいじゃんいいじゃん。どうしたん？可愛い、この髪の毛。やんな。あ、これすごいと思うね、ほんまに。言われたやつをまたしてるあやみが可愛い。むせた。へって私はむせちゃった。今日寒い？今日寒いとかな。今日寒い？寒いとはあったかいけどね。10時どうかな。これいいでしょう。
変わるけど、まあしゃあない。あとは前髪をするだけ。長い、あ、前髪長いな。最高気温8、最高気温 8？ で、暖かいか、いや、さ、寒いか。お昼間は、お昼間ってね、暖かい感じか。ママ、今日さ、ランチ代と、あとはいろいろ、まあ、ショッピング代、ショッピングっていうのか、あれはちょうだい。やった。あゆちゃんがサミットにさせに来るまでも最、うん、一番メジュー、誰か来たー、ミュート。ただいまです。え、あゆみのアマゾン、せっせっせいや、せっせっせいや、え、違う、じゃこりゃ、せっせっせいや、せっせっせいや、せっせっせいや、じゃこりゃ、ちょっと言ったねえしょ。あ、ママの、ママの会、イエーイ。何来たん、え、仕事の、あー、うわー、よかったわ、ね、今日持っていこう。しし、そういうの言わない。はい、ごめんなさい。せっせっせいや、早く頼みたい。何を？早く決めないと。うん、1個は決まったよ。残り1000円分何にしようかな。いいね。いますね。暴れてる。いつもとなく言う。一緒。一緒かな。うん。ママダンス、あ、ママダンス頑張ってるよ。ねえ、ごま。ママダンス頑張ってるやんな。ママダンス頑張ってるよ。やんな、知ってる。もうめっちゃ覚えてきたし、ドタドタ聞こえる。うん、あれだって寝たいもん。だって教えへんから、ママ自分で思春期のあたりに頑張って覚えて毎日踊ってるよ。あみがお風呂入ってる時
時にやんねんもん。そんな時間がちょうどいいねん。でもさ、うん、体重さ増えてる。なんで？なんで？それ以上に食べてるってことじゃない？ちゃんと覚えてるよ今。覚えようとして覚えん、ちょっとずつ覚えん、何ちょっとずつあのレッスン練習してる。あ、そうなんていうか分からんか、シンポジオね、覚えるっていう。あ、おった。どのポジションがいる？どこのポジション？今のところ、いや、内緒にしとこう。だから毛が急遽変更になるとかもあるかもあるから。なんかまずはでも新芽が多い7番手とかの方がいいかなって。TikTok でキャプテンが動物たちに実況リーションの映画したけど、キちゃんもされたっけな、そういえば。なんかされとった気するな、名前。兄ちゃんが散歩してたら、散歩したことないけど、兄ちゃん家の中でしか。長崎天に打つけども大丈夫でしょう。どうせ変になる、どうせ崩れる、どうせ崩れる。ではもしかしてさっきのお客さんは小泉さんで誘導しに来た、もしかして大丈夫います。来ます。13位なるさん、ありがとうございます。12位ピーマルさん、ありがとうございます。11位流れさん、ありがとうございます。10位レモンさん、ありがとうございます。9位ヨモくん、ありがとうございます。8位トミさん、ありがとうございます。7位柳さん、ありがとうございます。6位ミーさん、ありがとうございます。5位横浜のルーさん、ありがとうございます。4位イコミルさん、ありがとうございます。3位カキヒコさん、ありがとうございます。2位高政さん、ありがとうございます。そして1位はケンちゃんでした、ありがとうございます。ほらママもありがとう、ありがとうございました。ではありがとうございましたということでですね、19日のメンバー言っちゃった、言っちゃった、あみ本当にごめんなさい、まだやったらしい。確かに単純に考えたらまだ1週間前じゃないのに言ったのおかしいなって思った。ごめんなさいでした。忘れてください。出ません。出ませんじゃない。わかりません。ちょっとやばいかもママ。うん。時間。着替えまだ決まってないで。ええー？待って。最悪最悪。ことですの。そんなの聞いてませんわ。ではちょっと、あ、一枚だけ。起きの遅い分は用意早くする術を身につけてる。オッケー、はい、ありがとうございました。では明日も8時半からなのでよろしくお願いいたします。8時半です、8時半、よろしくお願いします。ではありがとうございました、バイバイ。また明日もよろしくお願いします。着替えないと。した。歯磨きもしないと。バイバーイ。